Meow. Meow. ちょうどおしっこしてるときにそのチャット来てさ、残尿が全部出たわ、ペッて。笑って。どうやって わたって、絶対言ってるわ、こいつと思って。言ってねえ。言ってただろ。絶対、わたって言ってたよ。待ってな、あと32%だから。何回これアップデートしたら気済むんだろうな。クライアント、今日は何使おうかな。ハイマーの新しいスキン欲しい。およよ。およよよよ。ハイマーの新しいスキン欲しい。助けて。買えや。まだクラの音声 100% になってるしよ。死ねえや。あー、ゲップ出る。出ねえ。あれ、新しいスキンまだしてないのか。入れねえし。まだまだですよ。あ、まだ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 。ああ、出ねえ。多分これはノーマルやってる最中に突然放飛するパターンだった。ブワッ。何使うか決めた？俺は今日トップやるよ。あ、トップやんの？いや、まあ、ジャングルでもいいよ。ジャングルじゃなかったら今どこでもいいよ。ジャングルはやんない。いや、やれよ。ぬぬでいいか。ずっと雪だるま作ろう。40分ぐらいずっと言ってんでしょ。ドラゴンピットあたりから雪玉作ってミッドを横切る。ドアを開けてするわけでもなく。しか言わないずっと。どいたどいた。雪だるまだ。どけ。でかいミニオンかじって帰る。捕まってろーって言いながらずっと雪玉ずっと。ゴーストグローリープレデターヌヌ。早いだけ。オケも詰め。スローにしてガチ。あ、オケじゃねえや。読む。読むキュイーンっつって。キュイーン。オケだぜ。ガネスタいるじゃん。誘うか。あいつ足しか使わねえだろ。知ってんだ。いいじゃん。そしたら俺ペイクやる。ペイク。まあまあ、ハイマーでお茶を濁すか。まずは。マジクラブタグの消し方わかんねえ。これいらねえんだけど。一個ボギ作ったクラブタグ。もう俺入ってないからわかんないけどさ。抜けりゃいいのか。ああ。絶対抜けんだこれ。どっかあるでしょ。抜け方がわからん。しかも肝心の一個ボギねえしな。それどころじゃないでしょ。いないっていうのはこのクラブにね。ああ、人望会作ったらだってあの人じゃん。
何やってんのけんだこれ。もう一生それでいろや、もクラブを見る。あ、これだな。あ、一応移行向きいるんだ。あ、あれか。オンラインになってないだけか。どうせ機能してないから抜けよう。あ、これだ。できたできた。やっとできた。消えた消えた。消せれば別にいいんだよな。え、なさそうだから行こう。常に。常にな。いやー、今回の今年度の WCS の PV 良かったな。まだ見てない。かっこいいよ。10月いっぺからだっけ？いや、違う違う、もう、ライオットゲームズに上がってる。試合そのものね。サップ。マジで。テイラー1。なんか今すごい強いらしいね。知らんけど。じゃあヒーラーにするか？波？空か？ハイマー、ハイマー。タイマーのルーンあったっけな。ああ、はい、まあ、マナフローバンド、これだってんのかな。いらねえだろ。いらねえよな、多分。マナ困った試しなくない？困った試しがない。よしよし。あ、ムンドにしよう。やっぱムンドでいいや。今度はジンクスになった。タムする？サヨンにしよっかな。きだね。サヨンサップってこと？サヨン楽しい。こんなご時世に。なんでサイオンじゃないの？そしてもういや、これでいいかなって。あ、そうだ、またアホみたいに音量高くなるから下げとかないと。お前も下げといた方がいいぞ。この場合に俺のデーモンバイあげてえわ。俺やってねえから。疲れっつって。ちょがすか。もう何も起こらなさそうだな。 6レベルになったら殺しに行こう。 まず負けねえだろうから。いいよ、こういうね、もうね、メレー同士の戦いがやりたかったんだよ俺は。次、何を作る？
ムヌだったらまだ大丈夫。次のパッチでダリウスバフされるしね。SKT-XL になってる。ああ、今ロゴつけたらタグがつくようになってる。このアイへえ、コンに。これ2015年のだ 俺も16年だよ。よ。 そのクソダセえやつ。扇風機。それなんか金色にならないとクソダサくね。ん？金色のバージョンあったよね。ああ、シルバー、ゴールド、プラチナの3色がある。ゴールドが一番かっこいいと思うんだけど。そう。そう。でも、この話は終わ2018り。の、ああ、なんだお前。そんな、プロシーンに閉門戸店ガしラようガラ、みたいな、パゴミチームを 掲げてるやつに、出ませんから。閉店ガラガラ。まだ続けるか。どこの無名チームだよ。ええー、音下げたのにクソでけえ。お、久しぶりに下からスタートじゃん。上からマリコするか。ちょがさい。ああ、なんでもねえ。たまにはノーマルスキンでやろ 初見人じゃないの？う。 初見です。初見人じゃなくて初見運動だから。初見マンだ。わ、こいつ。初見です。初見ムンドでいくわ。主。ファーストタイムンド。わあ、スプラトゥーンのすごいエッチなイラスト流れてきた。よし、オッケー。早くお前にロルの PV 見てほしいわ。URL 貼っといて。普通にライオットゲームズ見たらあるから。URL 貼るほど奥深くに入ってねえから。めんどくせえ。シバナだったらジャングルにワード貼っといてあげるか。出遅れた。これはレベル先行されますな。こっち来い。最初の6匹はちゃんと取れるようになりてえな。これ結構難しいからさ。あー、逃した。逃してしまった。あー、ハム？殺したからさっき。こっちは ADC 生きてるんで。タムだぞ。うるせえな。なんで2ウェーブで CS ついてんだってめえは。早取れ。あ、今9ミスった。ああ。これはプッシュのね、いい感じのウェーブ状況ですから。そのキャノンミニオン死んでも取らすなよ。わかった。わかった。バシュッチャリン。あ、くそ。ああ、点でダメでやんの。ええ、それはずるいわ。帰っちゃうんだ。
カモン。マナねえから死んだろ。あーキャノン逃した。押し切って帰りて。無理だな、押し切れねえや。6レベルになったら殺そう。先に6レベルになれる気がする。いい感じにクソみたいな試合が続いております。帰れません。でもあいつフラッシュ入ったからな、殺しきれねえだろ俺のこと。そしてこい。しかし回復するねあいつ、ほんと回復するな。ゾーニングしてるつもりか。先行されちった。前出たら殺されちゃうな。やだー。やめてー。まだ帰らん、俺は。これ押し切りてえな。チョガスだったらバミシンダじゃダメかな。普通にカウルでいっか。イグナイトパイコしか持ってないし、普通にビサージュいってんじゃない。殺すかあいつ。殺そう、そうしよう。今の無駄フラッシュ入ったな。ここは押さんずに。やべえ、リコールタイミング逃した。いや、いいや、座ろう。もうそろそろウルトが。
あぶね。ジョガスがトップいるぞ。戦ってるよ。やば。ワンワン。まずいですよ。行かなくてよかった。敵を倒しました。行け行け。めっちゃキル取っちゃってる。あーファック今でいる気だ。あいやあいや。旅にしてもよかったなと今さら後悔。楽勝。よかったな。
スノーボールムンドを見せます。噂には聞いていたが、ここまでとは。ボコボコに突破してて笑うんだけど。あ、間違った、これでしょ。あ、サンファイアでいくか、とりあえず。うつろ、もうサレンダーするやろ。こんだけジンクスが育てばね、そらね。トレイブンでこけた時点で、無理だ。パイク無理だ。パイパイクいる。危ね。時間に捉え続けろ。あれ？テレポ入って逃げたか。最強ジンクスになったな。フラッシュ入ってやんの。味方のタワーが破壊されました。味方が倒されました。テレポないから行けへんで。ナイス。めっさ寄ってきてる。テレポテ。パイクここ。逃げろな、ユキ。あ、旅買うか、旅買おう。何やっとんねん、アニビア。マナないのにをやるわ。
こいつフラッシュ落としてるぞ。逃げている。まあまあまあ、ハエジンクスやば。2体取りやな、こんなもんすわ。めっちゃ没頭しとるやんけ。てかバロンパパッとやらね。物は相談だが。失礼。唐突なやつ。出たな、ついに。ついに出たわ。逃げろ。いや、そっちに逃げんの？こいつ、とりあえずこいつパイプからやろう。いいね。きついな。無理。いやー、当たり方最悪。きついね。フランブルベスト買うか。オートアタックが痛い。やらねえのが意味わかんねえ。まだそんな差はねえだろ、無視してできるほど。あ、テレポあるから寄れるぞ。挟める挟める。いや、やめよ。もう相手のあいつも寄ってる。ドレイブも空いてるし。あ、いやー、テレポ吐く意味がわからん。テレポ入っていったらダメじゃんね。あのためのテレポートなんやと。20分以降の僕はそう言いたい。でも考えてみてくださいよ、ブラシの選手ロールしないでしょ。テレポート持ってない。ブラジルの選手テレポート持ってないでしょ。とりあえず逃げ切れる気がするから突破すか。あ、出て出て出て。もうやめとけよ。寄せ、無理をするな。なんで俺に寄ってくんだよ、タワーの。寄るわ。とりあえずアニメシャバーナを殺す。
タワーおろタワー。どうせこっち来てんだろ。なわけねえか。いやいやいや、ミニオン待とうぜ。ミニオン待とうぜ。終わんじゃね？普通に終わったわ。 WCS 勝ち優勝1億5000万もらおうぜいらねえんだよなこんなんで。いやまあほんと AD キャリーゲームって感じ。ADC が強いサモリフこそ一番面白いわ見てて。アホみてえに一瞬でアーロスだけで解けるようなちょがすゴミゲームアーロスしておしまいみたいなゲーム。グローリー QEWR 終わり。もうびっくりした。このままだとミッドやらさ、ジャングルかあれやらされるぞ。今をやる男。俺シンジドやってみてんだよな。でもすごい難しいよねシンジドって。いや練習するメリットないでしょ。どの辺に魅力を感じるのかがわからん。え？うん、いい選択だ。使われてたしね。強いから使うの？プロが？いや、プロが使ってて強いチャンプ扱いだから使うのかなと思って。だったらもっとあるぞ。なんか言った？ああ。たくなに弱キャラばっか使ってんのにどうしたんだと思って。俺が弱キャラ選ぶんじゃなくてロルが俺から逃げてんだよ。変わるもんだからしょうがない。ひたすらうぜいことしてんだよ新自動で。俺は T も使えや。 T もセンスないから無理だわ。メレーの T も出されてた。いけるんか、ライストップまたつまんねえやつ来たな。つまんねえやつ来たな。俺が使い出すとすぐこれだよ。
かもそのトリスターの俺あげたやつじゃん。あ、違うけ。なんかもらったっけ、なんかもらったやん。なんだっけ、あ、海賊だっけ。ミスギフで海賊トリスターのあげたんだ。そうだ、思い出した。つまんねえの来たな。なんでハイマーで電撃なんだろう。ちょんちょんちょん、あのタレットのちょんちょんちょんで発動すんの。ああ、そっか、それで発動すんのね。ん？いや、なんでもない。解決した。うん。TPA 支援かっこいいな。マジ欲しいわ。お前にこの E の爆弾くっつけたいわ。サモナーズリフトへようこそ。相手のジャングラーはグレイブスか。じゃあいいタイミングでワードさせてあげるか。出撃とともに。想定より小さいな。何かあるはず。ミニオンが出撃したタイミングで、スイッチを切り忘れたかもしれない。ミニオンが出撃しました。あ、ゴーストポロのタイミングでやってあげればいいんだ。ゴーストポロって便利だな。え、ゼドトップ。まさかの。トップスタートだ。マジか。うん。お、行こう。あ、消えたな。マジか。
やべえな、あいつ。ゾニアから買うか。え、元に戻せないんだけど。かなり、いや、絶対的に点数が足りん。うわ、めっちゃ減る。ゼドは殺せねえけど、あ、レベル6だ。オールインされちゃう。やべ、引っ込まされる。しまった。早めストップウォッチ買ってきゃよかったね。ストップウォッチ買おうと思ったんだけど、なぜか買い戻せなかったんだ。ギリギリ殺せなかった。あいつ視界から消えるとかよくするからな。じゃね、ゼドのコミみたいなコンボに。残念、最大公約数ではなかった。わあ、マジか。サレンダーしたい。ゼドコントン無限のサイクル。
つい。あいつ3キル持ってる。おしめだ。もう早めにストップ使わねえと虐殺されちゃうよ。されるかなこれ。俺グズグズにされてあがいてんのがウケるわ。どうやったって勝てないか。でもボルトで突っ込んでいったら自分の背後にいい投げるしかない。あ、今度は彼の番ですよ。にゃいじめ絶対ブッシュに隠れてるわこいつ。機械をかかってるやめろ、こっち来んな。ああひゃあめぐにゃぐにゃー助けて誰か煽ってくれよ。もうなんとかしてくれ。一瞬遠距離からすり剣投げてくるだけのゴミじゃん、あいつ。ずりーよ。行くとこまで行ったら何やっても死ぬな。マジで。無理だと思うね。
あ、ナイス。お、800ゴールド入った。でかいよ。ノイスは。ノクが育つ。ノイス。ノイス。もう遅いけどな。グズグズだよ、こっちは。もう遅いけどな。何やってんだよ、あのハイマーってなってるよね。いえ。おお、そういうコンボが。やれ、成り行き。じゃあな。お前5キルじゃん。この試合頑張ろうぜ。いや、もうグズグズだよ、俺も。自動的に消滅する。おぎゃほぎゃーってなる。ほーってなる。もう産声すら上がんないから。どうすか、ベルコ自身だし。やだ。誰だ、アイズか。ほら、アイズです。やめて、こっち来んな。くにゃー、もうスワップしてくれ。ああ、行こうか。許してくれ。いや、俺も行ったら死ぬんだけどね。心配ないと、まあ、間違いなく死ぬと思うよ。常に 4v5 で行くしかない。で、俺はこっからズズロット買うしかねえな。割とズズロッといい選択だと思うんだよな。なぜかっていうと、あいつはテレポートを持ってないから。なるほどね。いや、知らん、わからんけど。そしたらライズがテレポートいけるよ。ポッポッといってる、あいつ。ポッポッと折っちゃうわ。ここにいるのか。今俺たちに勝てるのはそれだけだぞ、こいつら。やば。ゼート強よ。無理なんだけど。味方がタワーを破壊しました。ほんま、すいません。ゼートさえいなければ勝てる。すいません。味方のタワーが破壊されました。ほんとズズロっていくしかねえな、これ。間に合うか。鍵からバーって出てきたら死ぬぞ。ああ。まずい。14レベルはちょっと近づけねえわ。俺が食っちまったからな。納得だ。うなずけ。どこ行った、あいつ。こっち行った。ひぃ。うんはぁとか言ってる場合じゃねえな、マジで。自動的に言っちゃうから。でもいいから入っといた方がいい。
マジかよ。無理だぞ俺。あやつ。くそ。取れなかった。赤バフ取られてんだろうな。巨大ミニオンが。ちょっと青取りじゃダメだ。黄色にしとこう。作戦を設計しよう。キル取ってねえのにグレイウス一レベ強いっておかしいよな。自動なんだわ。変だな。わかった。いや死ぬよな。死ぬ。間違いなく死ぬから。お。戦わないでくれ。お、いいぞ。そういうの好きだ。俺はあと1080貯めないとまともにこのゲームできねえから。ポキポキだ。なんのか。イエーイ、押すぜ押すぜ。そこの例まで、そのウェブまでだ、ね、ダメなの。それ以上命に別状がある。早く帰れ。なんか来とるんやが。あとちょっとなのに、あとちょっとなのに買えねえ。マーキュリー買いたくねえ。最初ズズロット最初にしたい。さよなら。なんでやねん。命をつなげ。いけ。ベルト使ったゼロ。使ってない。使ってない。ない。ファット。ファット。太いぜ。デブ。しゃあ。って許さねえ。俺をコケにしやがって。コケでしょ。コケ蒸してるが。もっさもさだが。モスモス。ボブサップみたいな。いけ。ダブルでしょ。
パイクさん。秩序と混沌、無限のサイクル。いや、無限の。わがありよ。強俺の氷に構うな少しずつゼロを減らすしかねえ。私の計算では、やっぱボットにポータルを着てんの。俺のアシストついてねえの草なんだけど。どっち？どっち？無理だと思うけど。エコーでしょ。なんと理解しがたい。ボットにさ、ポータル貸してくんね。うん、ちょっとこれでよし。いいよ。赤バフが上にいるぞ。2人いいね。心配で売れと思ってっから、ちょっと生きてみるか。 GR し、みんないないぞ。溶接式電磁リバースでアタックボックスレンチが必要だ。仮設通りだな。よし、いい感じに。ボットはなんとか少数戦で頑張るしかねえよ。ソーサラーシューズ買えねえつもりだっても。
サインやルート U のコサイン割ることのおおかぐわしき科学の香りニャー世紀の大発見に一歩前進オタルの効果切れたが42この数字には何かあるはず長えなこの試合やべ帰ろうあぶねえ俺の回をずっと待ってた。強みんな。ジェードが後ろから来てる。当たんねえんだけど当たんねえにも程があるひえ死ぬあいつが見つけてしまった。絶対死ぬって俺これ。ウルト打ってるけども上がんのかな。上がんねしかないよね。みんなが18レベルになってもうあいつが強くなくなる時間を待つしかない。うわ、何ですか。お、見てるか。危ねえ。それまとまったらまた思うツボなのでは。赤バフあるかな。なんすかこいつ。いいだよこいつ。いや、前を押して、背を押して、背を押して、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 押して。あれ、戦う理由がない。そこまで。いや、ヒットらしてウルト持ってないのに言ってもしょうがない。はい、
セドハボットいるから、バロン。やべ。今のはナイスだったろ。うん。あ、くそマジか。当たんねがった。あとちょっとでエコ帰る。ちょっと待ってよ。いや待ってる暇ねえ。いいぞ。帰ろう。勝ちてよ。085って。何ドレイク？エルダーか。せやな。せやなドレイク。ああ、マジで CS 取れん。CS 取れないお化け。ゼドダがこっちにいるぞ。当たれ当たれ。スーパーミニオンだからあんまり。もうすぐインフィビ上がるし。ハイマにできることとは。この辺にタルト置いといて2つ。絶対ここいるぜ。エルダーやってそう。あ、でもグレーブスがトップにいるから。もっと行こうぜ。ワンじゃね？味方がインヒビターを破壊しました。いや、やった。そうだな、お前も帰ろう。
積むはなんだろうな、デスキャップかな。HP 伸ばそう。デスキャップだよな。あったわね。はいや。いや、赤バフまで食ってどんだけ時間余ってたんだあいつ。ああ、こっちいる。謎は大好きだ。そうか。早い早い。おっと。ワンページ。秩序と混沌、無限のサイクル。いや、有限か？これはキャリーと言わざるを得ませんよ。ん、そうか。ドフィード。ん、うん。そうなのか？離れよ。じゃあの終わりです。いや、あれが相手する。グニャーってなってたのに。こだましてる。やったーやったーやったーやったって。ああ、よかった。勝ててよかった。じじはどうなることかと。いや、もうおしめだよ。お休み？仕事だよ。あ、土曜か。仕事です。仕事？3連休3日続いて、3連休が2連続で続いたんで。じゃあ、土曜。OK！ 出勤。俺も明日仕事だからな。やめとくか、勝てたし。これでまたゼロタイムに来てみろ、お前。いやーってなる。見返してみや、あれ。ひどいよ。あれ、赤ちゃんになるわ。うぴゃーって。死んだとき、笑ったわ。うぴゃーおしゃぶり、イラ待ちをされてたから、ズボ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 って。ピヤーって言いながら、ゼドニモゼドの持ってるおしゃぶり口にズバ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 って、そらなるわ。死ねえそりゃ。五回も死ぬわけね。うん、八回死んどるが。む、む、そうか。八回死んどるが。
二度とハイマー使わねえわ。誰だこのキャラ作ったやつ。バカが。で、なんか俺ねえ、いつもさ、ハイマー使うたんびにグレイブス来たりさ、すんだよ。で、多分次ムンドとか使ったらクイーン来るぞ。いや、まあ、兄さんって兄さんってバロル兄さんが飛んでいくから。何使おうかな、次。思いを馳せたい。マルファイトね、実は殴り合いが強いらしいから。マルファイト面白いか？そう言われるとな、あんま面白くはない。売るとしたらもう正直おしまいだもん。面白いかと言われれば、あまり面白くない。スウェインとかな。スウェインとかやってみるかな。スウェインやってみるか。スウェイン、ミッドじゃない、ミッドじゃない、トップじゃダメな、マナー足りろ。もうそれはあれ買うから、コラプト。あー、ダメか。やってみたら、ダメならやめ、即刻二度と使わない感じでやっ昔のスウェインに返してほしいわ。エイトロックスでいいじゃん。あー、持ってないんだよね。あいつ、あ、そうなの。あ、持ってた。あいつ、今日気づいたけどさ。なんで俺持ってんの、エイトロックス。うん。あの、パッシブかなんかで、イグナイトの交換で。え、そうなの？回復阻害がもともとついてる。へぇー。めっちゃ強い。そのくせ自分は攻撃した分で回復する。通常攻撃が通過ダメージを与えて対象の回復効果とシールド効果を低減させる。へえ。強くない？それだけでなんか得した気分ならない？常に金券買ってるようなもんなのか。そう、金券なんて買わなくていいんだよ。お、Jフォースや強いらしいじゃん。まだでしょ。強くなるらしいじゃん。うん、今うんこだからね、しょうがない。 J4 トップいけますか。え、でもトップとジャングル両方できるように調整するって書いてあったから、いけるんじゃない。なんで俺 J4 持ってんだ、一回も使ったことないのに。こう見ると誰それなりにチャンピオン持ってんだな。まあそれは3、4年もやってりゃ3、4年もやってりゃそりゃ増えるか。まあ今日は2連勝か。2連勝です。いいっすね、いいっすね。俺ら波に乗ってきてるよ。まあ、たまにはね、成り行きが勝たしてくれるってのもいいわけですよ。無理しないでいいんで、本当に勝たしてくれていいわけだよ。そんな無理して。いや、今回2回ともボットレーンがやったでしょ。もう無理して、あれしなくていいんだよ。トップいや違う、何回組んだよトップにっつって。おら、俺あのツイート面白いと思うんだけどな。お前だけパーフェクトヒューマンあれ思いついて速攻
書こうと思ってトイレに駆け込んで書いてたもん。忘れちゃう前にと思って。売れねえ漫画家みたいな面白いネタ思いついたからすぐメモして。漫画王国。寝るかな。カープセールだし。二度と家に帰れねえようにしてやる。嫌だよ。カープセールで何が安くなるの。すべて。スーパーカップとかじゃなくて。あ、赤いもの全部とかじゃない。赤いもの全部。紅白セットですって。まあ、寝るわ。じゃあな。じゃあな。